スキー場内で雪崩発生。今週来週は警戒レベル。日本全国のシャバ雪フリークの皆さん、こんにちは。苗かぐチャンネルです。ここ苗場スキー場ではハイシーズンというのに、すでに全面シャバ雪でした。湯沢のふもとのスキー場ならわかるけど、標高1000メートル近くでシャバ雪って、今シーズンが終わりに向かっているの、ひしひしと感じております。このチャンネルを登録しておけば、苗場神楽のゲレコンが丸わかり。どうぞ最後までご覧になってください。さて、朝一の苗場ですが、9時半ごろまではアイスバーンでした。週末の天気は雨から雪に変わったので、圧雪されていないところの状況はこの通り。カチカチの下地の上に薄いパウダー、氷神楽行った人は苦戦したのでは。苗かぐチャンネルはおとなしく、苗場で基礎レッスンを受けてました。カチカチが好きな人は朝一勝負、そしてシャバ雪シーズンの到来です。こちらは朝一のタケノコ平でしたが、昼に行ったらこのゲレンデもシャバ雪。すでに気分は春スキーですが、雪不足でホテル前は地面が出てる箇所ありです。苗場はコブが掘れる状況じゃないです。すぐ下に土が見えてますので、コブを滑るなら神楽に行きましょう。どこもかしこもコブだらけです。ゲレンデコンディションレポートは以上になります。続いては苗場で発生した雪崩について。それといって大きな発表もないですが、コースの間近に雪崩の跡がありました。大斜面を降りた男子スラロームの上、ほぼゴンドラの真横のあたりです。コース外ではありますが、パウダーがあるとよく入る人がいるところ、表層雪崩といったところでしょうか。デブリがゴロゴロしております。雪玉はカッチカチで、少し雪降った後ということは雨でとどめを刺されたか。先週火曜水曜木曜に高温になって、そこから雨が降ったので、その時かな。人為的発生か自然発生かわからないけど、こんなコースの近くで雪崩てました。こんな雪の状態ですので、コース外滑走は皆さん控えましょう。白馬のスキー場でも前走雪崩が起きたそうですので、皆さん警戒してください。こんな雪の状況ですので、神楽の中尾根南斜面もかなり危なそうです。パウダーも残ってないですし、バックカントリーする必要もないかと。来週いっぱいまでは踏ん張り時なので、リスクのある行動をしないよう心がけ、ゲレンデ内だけで楽しみましょう。皆さんくれぐれもお気をつけください。足は疲れるけど、シャバ雪はそれはそれで楽しみ方もあると思います。あ、そうそう、伝え忘れてましたが、すでに妖怪いたつかみも出てきてますので、ゲレンデ内の日向たりいいところなど、つんのめってこけないよう気をつけて。週末の降雪にはがっかりでしたが、来週もがっつり高温になりそうです。いつどこで雪崩が起きるかもなので、しばらくはおとなしく滑るのが良いです。苗かぐも自粛気味に、基礎練習でもしていこうと思います。リスナーさんも安全を心がけましょう。